はい、こんにちは、速稼塾の久保です。今回の花龍馬シリーズなんですけども、新しいフェーズに入りましてね、家族とかモテるとか子育てというテーマで、キーワードでね、テーマ構成しようかということですよね。まあそうですね、子育てぐらいでいきましょうかね。子供っていうのは基本的に親とかね、親に類する親類とか、まあ花屋龍馬さんだったら、まあ近所の親戚のお兄ちゃんみたいな感じですよね。まあ、そういった人がいかに選択肢を持っているか、そして正義感や倫理感や道徳感を持っているかによって、まあ、形作られる精神っていうのがあるんじゃないかなと思いますよね。ですんで、かなりね、重要なんですよね。その環境をどう与えるかっていうのが。基本的に私は、親の努力は子供の運っていうふうな、そんなね、言葉をずっと自分に課してるんですよ。子供っていうのは、運がいい悪い、どんな家に生まれるのか、誰と関わっていくのかってこと、これね、大体二十歳ぐらいまではほとんど選択肢がないんですよね。親のたまたま住んでいたところに展開される選択肢の中から自分の人生を選ぶしかないと。例えば歴史の本にしても、三国志なりね、それから諸葛亮孔明なり、これ中国の書籍だと思うんですよ。そうすると中国文化に憧れる傾向があって、将来中国に気持ちが揺れる可能性が出てくるかなっていうふうに考えたり、じゃあ西洋文化ね、聖書ですとかね、ヘミングウェイとか、こういったものを根拠にいろいろと思考を張り巡らしたりとか、将来の夢とかを感じると、もしかしたらね、支配者層の考えになるかもしれません。なんせアメリカとかヨーロッパっていうのは、自分で何かを作ろうというよりも他のところから奪ってこようという侵略の文化ですよね。イギリス王朝なんて今言ってますけども、エリザベス女王とか言ってますけども、もともとはバイキングの子孫ですから、バイキングっていうのは自分の土地から船で出かけていって、そこで見かけた小さな部族とかを侵略して略奪してきて、帰ってきたぞ、お土産だぞって言って、もう虐殺の限りを尽くした後に、死に絶えた人の中からね、財宝ですとか食料とかを持ってきて自分たちの糧にしたっていうことがありますしね。結構ね、残虐だったりするんですよね。まあ今中国もね、いろいろと、この現代において強引なことやってきてますけども、まあ元はといえばお前らがやってきたじゃねえかよみたいなことをね言われちゃったりするみたいですよ。まあ何を言ってるかっていうと、まあ何をね、是とするか、何を非とするか、こういったものを刷り込みたければ、例えば花屋龍馬さんだったら備前君ね、備前君に教えやすいってことなんですよね。ものすごく影響を受けやすくって、特に、花屋龍馬お兄ちゃんみたいなのがね、こうだああだというとね、それを割と真に受けていくと思うんですよ。まあ、ですんで、自分の進む方向が、本当にね、いいものなのか悪いものなのか、相当自分の背中、見せる背中に責任を持つっていうふうな意識が生まれてきて、まあ教育って言いますか、共に育むって書くんですよね。教えるではなくて、共に共生する、そして慈しまれる、育まれるという感じで、共に育と書いて教育ですよね。そういったものになるんではないかなと思います。まあ私もそうですし、花嶺さんも自分のコミュニティの中に塾生さんや弟子っていうのがいると思うんですよ。でそういう方のためにも身を携さねばならないかなと。女性関係にもそうですしね、人間関係もそうですし、金銭関係もそうですし、他のことに対しても自分の竹を割ったようなね、そうであってほしいという姿を見せることが大事なんではないかなと思います。例えば現在ね、自民党が政治を動かしています。武田総務大臣、麻生財務大臣、菅総理ね、西村経済担当大臣、このね、小池百合子さんもそうですけども、あまりにもね、自分勝手で理屈付けで強引だなというところがあります。ああいうところに憧れる人はいないんですけども、ただね、生きていくためには仕方がないかって思わせる妙な説得力はあるんですよ。まあ、自分が何か間違いをしでかした時でも、まあでもね、権力者ですらそれをやってんだからしょうがないのかなというふうなね、方便を残すんで、まあ大きな反対者が出てこないんでしょうね、きっとね。話はちょっとずれましたけども、私なりの教育論ですが、まあ、私はね、今自分の子供が10歳になるまでが勝負だと思っていて、10歳になる頃には少なくとも自分のお金は自分で作れるように、投資なりビジネスなり YouTube なりはやっぱりマスターしてもらおうかと思うんですよね。
情報処理、情報発信、これは最低です。で、その中で自分のお金を集めていく、世の中からマーケットがお金を集めていく自由があるっていうことをきっちりと刷り込もうと思います。どこかの会社に入ることによってお小遣いのようにそこからもらうっていうんではなくて、まあ、ですからね、うちはお小遣いもなしですよね。ただ必要なものは私が投資と認めれば購入することもあるし、消費と言っても浪費と言ってもそれが必要だというふうに私が感じれば話し合った上で消費なり浪費なりをさせてあげようと思います。お金がなくって払えないっていうところに理由をつけるのとは違って、お金はあるけども本当にお前にとって必要なのか、誰かにとって必要なのかってことを考えながらね、使うようにしていこうと思うんですよ。お金にしてもそうですし、人間関係もそうです。なんでその人とつながっているのか、どうやってその人と切れていくのかとかね、そういったことも、まあ、教えていこうと思うんですけども、ただね、そこまで固くいかずに基本的にはね、感覚でこの自分の気持ちですよね、その時のノリでやっていただければいいかなと思います。なんせね、その失敗することとか怪我をすることも教育なんですよ。子供の頃、男の子っていうのはね、転んで膝をすりむいて、そして治療方法を覚えたりとか、どこまでだったら怪我をさせてもいいかっていうことをね、その暴力の使い方も覚えていくと思うんですよ。そしてどんな時にね、人は恵みを感じるか、こういったところもきっちりとね、筋立って伝えていこうかなと思いますよね。私は基本的には義理人情なんで、子供に対しても義理人情は忘れないように、筋を通すようにというふうにね、任教道を中心に伝えていこうと思ってますね。まあ、任教っていうのは、まあ、ヤクザみたいな感じとは違って、反社会勢力みたいなんではなくて、やっぱり上に強くて下に弱いっていうんですかね、弱者を守って強者にこそ挑んでいく姿、それがリーダーの格だと思いますし、私なりの帝王学だと思うんですよね。ただ過去の帝王学っていうのは弱いものから略奪し、強いものはこびていくっていう、まさに、帝王学だと思うんですよ。こういうふうな支配の考えではなくて、どちらかというとリーダーですよね。導いていくために自分が先頭を切って自分の背中に命を抱いていく、いわゆる背負っていくって形です。誰かの命を背負っていく、そういうふうな、まあ特に男っていうのはね、男女差別とか何とかじゃないですけども、やっぱりね、男っていうのはまず危険に飛び込んでいく、そういうふうなね、まあ肝が必要だと思うんですよ。腹をくくると言いますか、で飛び込んで大怪我をして人を守っていく、もう誰かがね、石橋叩いて大丈夫だったら後からついていくみたいなことではなくって、強大な敵ほど自分で挑み掴み取っていってもらいたいなと思いますし、時にはね、危険な目にも遭うのは仕方がないかなと。なんせ男の人生は勝負の連続ですから、百戦百勝というわけにはいかないですよ。ただ知名度を浴びないほどに身を守り、それでも前に前にとだけ避けていく、避けていくって形ですかね。これはよくね、武道の世界で私がね言われたんですけども、こう試合とか組手ってあるんですよ、戦う時ですよね。その時に後ろに引いたり横にかわしたり、上下左右に動いて相手の攻撃をかわしていると、それではまだ半人前だよと、前にだけかわしてこいっていうふうに言われましたね。前にだけかわすっていうのは本当にね、ドニーウォンですよね、ドニーイェンですか、ドニーイェンみたいな感じですよね。もうパンチが飛んできたらそれをかわして前に一歩出てるとかね、蹴りが入ってきたらそれをかわしてさらに前に出ていくみたいなね、そんな形で間合いを詰めていくと、一呼吸ごとに相手の懐に入っていって、そしていつか胸ぐらを掴んでいってね、知名度をこちらから浴びせるという形で人生は切り抜いてほしいなと。まあなんともね、血生臭い暴力的な話になってますけども、これはね、精神の話ですからね、実際に喧嘩をしろってことじゃないですよ。精神の進み方の話ですからね、まあ、そういうふうに私は育っていこうと思いまして、今でもそうですけどね、常に挑戦をしていっていただくようにね、いずれ挑戦っていうのはこの守りっていうものに変化していきますから、挑戦、戦いを挑むこと、戦いを挑んでいって、いつしかそれが守るプロテクトにどんどん変わっていくんですよね。じゃあ今回のね、動画のまとめですよね。子育てか、まあそうですね、若さとは何か、それは何かを得ようとする心、老いとは何か、それは何かを守ろうとする心なのかなと思いますね。ではここからおまけでございます。
備前君の年齢でモテるモテないを気にするとすれば、それは単にね、どう目立つかが一番最初だと思うんですよ。どう目立つかです。元気であるとかね、で女の子からしたら自分に構ってくれるとか、いろんな女の子に優しいとかね。で備前君がその、まあ、学校なり環境で地域で知られている、どれだけ広く知られているかってことが非常に重要だと思います。やっぱりね、知られないと何も始まらないっていうのはビジネスと一緒ですよね。でもっと言うとね、何で知られているかですよね。珍しい名前で知られているだけかもしれませんし、学級委員をやったってことなのかもしれませんし、かけっこが早いのかもしれませんし、元気な笑顔がいつも素晴らしいのかもしれませんし、なんかね、班長をやってくれるとか、重いものを持つのが得意とかね、なんか勉強がすごく好きとかでもいいと思いますし、三国志に詳しいとかでもいいですしね、諸葛亮孔明の格言をどんどん出してくると、いい言葉知ってるなって思わせるのかもしれません。備前君がモテるとしたらそういうふうに、まず一つはね、目立っていること、知られていることだと思います。次が何で目立っているか、何で知られているか、これがもうちょっとね、深掘りしていくと大事になってくるのかなと思いますよね。まあ、もしかしたらね、面白いお兄ちゃんと知り合いだよと、花屋龍馬お兄ちゃんだよみたいなのもあるかもしれませんね。はい、ということでね、おまけコーナーになりましたけども、非常にいいんじゃないですか。そういったちっちゃな男の子とコンビを組んでね、花屋龍馬さんと備前君とで一つね、強力なチームを作っていろんな冒険をしてもらいたいかなと思います。その物語も YouTube で綴られると、備前君はね、自分のアカウント持てませんけども、 YouTube で備前シリーズ第1話みたいなのが始まったりね、しても面白いんじゃないですかね。備前君新幹線に乗るシリーズとかねそんなのもいいと思いますよね。そうですね、一緒に電車を見に行って、その感想を備前君のレビューとしての動画が並んでいくってのもなかなかいい切り口なんじゃないですか。で備前君に、例えばね、カツ丼をご馳走して花山さんがね、その感想レビューみたいな、食レポみたいなのも、小学生食レポとか面白くないですかね。はい、いろいろと考えられると思いますけども、これからも楽しんでいってください。それではね、備前君を中心に花屋龍馬さんの暮らしがまたね、一つ豊かになりますように。いってらっしゃい。